準決勝、児玉雄一選手の後ろでいかがでした？児玉くんがいいレースしてくれたんで、まあ、前と後ろのおかげで僕は2着取ることができました。阿部達也選手の調子状態いかがです？まあ、そうですね、こう相手練習もできたんで感じはいいです。決勝戦どの位置から勝負されますか？関東を固めて3番手で頑張ります。3番手直線勝負ですね。そうですね、チャンスあると思うので明日優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。連勝での勝ち上がりです、いかがでしょう？はい、とりあえず良かったってことが一言ですね。しっかりと自力出して人気にも応えてくださっています。そうですね、プレッシャーは嫌いなのであまり揺れたくはないんですけど、とりあえず貢献できたので良かったです。対戦相手決勝戦いかがでしょうか？そうですね、強くてやる気ある若手ばっかだから中年なんで後ろで考えて優勝取れるように頑張りますかね。完全優勝かかります。お客様に一言お願いいたします。そうですね、短期なんでなんとかいいとこ行って優勝できるように目指しますんで応援よろしくお願いします。2日間の戦いを振り返っていただけますか？初日はちょっとまあいまいちな展開になってしまって、まあ、粘ったんですけど競り勝ったんですけど、まあ、ちょっとゴール前刺すことも何もできず4着終わってしまって、まあ、今日はまあしっかり人間粘って、まあ、ちょっと若い子に刺されてしまったんですけど、まあ、しっかり2着粘れたんで、まあ、悪くはないかなと思います。決勝戦は対戦相手を見てどう戦いたいですか？関東がみんな並ぶみたいなので、まあ、そこに対抗できるように、まあ、何でも頑張っていきたいと思います。優勝目指して長田さんとワンツー決めれるように頑張ります。応援の方よろしくお願いします。2日間持ち味発揮されてますね。はい、出し切りはできてます。最近の開催よりかは調子上がってます。じゃあ決勝楽しみですね。そうですね、人の後ろにつくのも今年2回目なんで緊張はしています。決勝はどなたの後ろに？はい、同県の後輩の松崎君の後ろで頑張ります。番手の競争はいかがですか？まあ不慣れではありますけどやることはやろうとは思ってます。2日間の走り振り返っていただけますか？そうですね、日に日に状態は良くなってきていると思います。準決勝いかがでした？ああもう前が頑張ってくれてもうそのおかげでなんとか1着取れました。はい、決勝戦どう戦います？ああもう菅原君の後ろから、まあ、あばよくば優勝狙います。はい、明日も車検に貢献できるように一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。この2日間どういう気持ちで戦っていらっしゃいました？もうこう立川は本当に本番区なんで離れても最後まで諦めないっていう感じで走ってました。準決勝勝負どころで随分後ろでしたね。随分後ろですね、もう何が起きたか分かんない感じで目いっぱい踏んでました。久しぶりの決勝地元戦どの位置で勝負されますか？そうですね、埼玉の阿部君がちょっと気遣って猪狩君の最初あのラインに行くって言ってくれたんですけども、まあ、いつも土田君とかも初日もお世話になっている松崎君もいるのでそこは一応僕も地元立川なんですけどまあ、4番手固める形で行かせていただきます。決勝ももちろん最後まで踏み切りますね。そうですね、まあ、4番手回ってますけど諦めてません。連日後方から突っ込んでるんで明日も後方から、明日は後方じゃない方がいいな、4番手ぐらいから突っ込みたいです。いつも立川だけはっていう気持ちで走ってるので集中力切らさず全てかけて走ります。応援してください。連勝での勝ち上がりです、いかがですか？そうですね、今回初めて A 級で連勝できたんで嬉しいです。調子良さそうですね。そうですね、初日ちょっと良くなかったんですけど尻上がりになる方なんで明日ベストパフォーマンス出せると思います。準決勝はそんなに楽な展開ではなかったですよね。まあそうですね、結構予想外なところはあったんですけど、まあ、落ち着いて対応できたかなって思います。決勝戦どう戦いますか？はい、関東の先頭で頑張ります。完全優勝を目指しての意気込みお願いします。はい、2日間僕の力まだ分かってないと思うので明日は分からせます。